京都競馬場、これから午後の競争を迎えます。第5競争は3歳未勝利戦です。芝の内回り 2000m11 頭です。正面スタンド前ゲートインが進んでいます。ビヨンドザドリーム入っています。2番ゲートバージャンホースです。ポルテカバロが収まってウィンエリタージュ、そして帝王エンゲルスとこれから誘導を受けて収まるところです。11頭、最後に11番のグッデイドリーム、グッデイドリームがゆっくりと促されて最後ゲートに収まりました。全馬枠入り終わって係が離れます。スタートしました。さあ先行争いです。まず間からダッシュよく6番のウィン・エリタージュ伺います。外からはコバノ・サントス、帝王エンゲルス、さらに外フォルテ・カバロ逃げの手、最内から1番のベル・オブ・ピースもさあ前の方に上がっていって先行争いが若干激しくなりました。その後外目から11番のグッデイ・ドリーム、間7番のビヨンド・ザ・ドリームが追走しております。さあ各馬が1コーナーカーブし終えて2コーナーです。10番のフォルテ・カバロが逃げの手に出ました。リードはなくなってまいりました。今度は外から8番の帝王エンゲルス並んでかわす勢い、その後は3馬身開きました。1番のベルオブピースは現在3番手、その後方から6番のウィンエリタージュ、外は9番のコバノサントスです。内から接近する7番のビヨンドザドリームは控える競馬、その後方は2馬身差、11番のグッデイドリームが追走しております。その後方にかけましては3番のハクサンビーナス、2番のバージャンホースと続いて、その外にいるのが4番のマイレイレマイ、そして1番後ろから5番のイリノメリアという体制です。スタート地点の 1000m を通過して各馬がこれから内回りの第3コーナーをカーブするところです。先手を奪っているのは8番の帝王エンゲルス、逃げています。リードは1馬身半、2番手の位置ですがホルテカバロがつけています。3番手に7番のビヨンドザドリームが進出、内から6番のウィンエリタージュ、間11番のグッデイドリームが追走、外からスッと9番のコパノサントスがポジションを上げてまいりました。馬群がギュッと詰まっています。さらに外、さらに外、スッとまくるように、さあ5番のリノメリア、あるいはマイディーレマイなどがポジションを上げていく。さあ第4コーナーカーブ、前段行為が固まって、さらに後方にいた3番のハクサンビーナスもぐんと上がっていこうとしている。残り400を通過、第4コーナーカーブから直線コースへと向かいました。ババの 2,3 分どころ、今度は外から3番のハクサンビーナス、さあ勝負どころから動いて一気に、さあ先頭に立って後続を突き放していく。3番のハクサンビーナスが先頭だ。3馬身4馬身のリードを取った。2番手の位置リノメリア、コパノサントス接戦だ。その後に7番のビヨンドザドリーム、先頭は3番のハクサンビーナス、ハクサンビーナスゴリ、2着には5番のリノメリアです。勝ったのは3番のハクサンビーナス。勝負どころ一気に動いていって、最後は後続を突き放す快勝、岩田未来騎士の手綱です。そして2番手ですが、内から5番のリノメリア、最後外から9番のコバノサントス、その後に7番のビヨンドザドリーム遅れました。3番のハクサンビーナス、岩田未来騎士、タイムは2分0秒6です。上がり 800m は48秒5、 600m は35秒9でした。向こう上面はやや後方を進んでおりました3番のハクサンビーナス、その名の通りハクサンムーンの3区です。勝負どころから動いていって4コーナーから直線に入るところではほぼ先頭、そのまま最後は後続を突き放しての快勝。1着3番ハクサンビーナス、2着は5番のリノメリア、3着は9番コバノサントス、4着は7番ビヨンドザドリーム、5着4番マイディーレマイで点滅を始めております。勝ち馬確定のご案内がありますので、お手持ちの勝ち馬投票券お捨てにならないようにお待ちください。京都5レース道中は後方でレースを進めていたハクサンビーナス、最後は突き抜けて快勝となりました。リノメリア、角田大和騎手が最後内にスーッと入れてね、見事な2着となりました。3着が9番のコパノサントス、3番5番9番4番人気9番人気2番人気の決着でした。単勝3番 11.5 倍、枠連3号 228.4 倍、馬連3番5番 362.9 倍、馬単3番5番 817.1 倍、三連複3番5番9番 258.4 倍、三連単3番5番9番 273.9 倍です。確定までお待ちください。